皆さん、こんにちは。OCNIPOE サービスをご検討いただきまして、誠にありがとうございます。本編では OCNIPOE サービスでご利用可能な構成についてご説明します。OCNIPOE では IPOE 対応ルーター01と02の2種類のレンタルルーターを提供しております。各ルーターの設定方法については IPOE 対応ルーター01ご利用ガイド IPOE 対応ルーター02設定長所記入の手引きの動画をご覧ください。それでは PPPOE フレッツプランから IPOE への移行方法について3つのパターンをご説明します。1つ目のパターンは光電話のご利用がないケースです。本構成の場合、お客様ルーターのワン側ケーブルを抜いていただき、 ipoe 対応ルーターを onu 配下に接続します。この際、ルーターのン側の設定は不要です。ルーターの WAN 側については、必要に応じて管理画面から、プライベート ip アドレスの設定をお願いいたします。2つ目のパターンは、NTT 製の光電話対応ルーターで、光電話、ホームゲートウェイをご利用されているケースです。まず、ホームゲートウェイの配下に、 IPOE 対応ルーターを接続してください。その際、旧契約の接続設定を削除するため、ホームゲートウェイの再起動を忘れずに行ってください。IPOE 対応ルーターについては、ワン側の設定は不要ですが、ラン側は必要に応じて、管理画面からプライベート IP アドレスの設定をお願いします。三つ目のパターンは、 NTT 製以外の光電話対応機器で光電話を利用されているケースです。事前に光電話対応機器メーカーに対して OCNIPOE サービスへの対応可否を確認してください。光電話対応機器が OCNIPOE に対応している場合、主に3つの作業が発生します。まず、お客様ルーターでインターネット接続をされている場合、光電話対応機器配下の お客様ルーターのワン側ケーブルを抜いていただき、IPOE 対応ルーターを接続します。次に、光電話対応機器の設定変更を実施します。光電話対応機器でインターネット接続している場合、現行の接続設定を手動で停止します。この際、IPOE 対応ルーターが IPv6 のアドレス設定を RA で受信できるよう、 設定いただく必要があります。最後に IPOE、対応ルーターの設定です。ワン側の設定は不要ですが、ラン側は必要に応じて、管理画面等からプライベート IP アドレスの設定をお願いします。OCNIPOE に対応している光電話対応機器のお話をしましたが、RA 変換できない光電話対応機器の場合、 OCNIPOE をご利用いただけません。IPOE をご利用いただく場合、NTT 東日本、西日本の NGN 網から、光電話対応機器に対し、DHCPPD という通信方式を使って、IPv6 アドレスを払い出します。光電話対応機器では、DHCPPD を RA という通信方式に変換し、IPOE 対応ルーターへ、 IPv6 アドレスを払い出す必要がありますが、この RA 変換ができないと IPOE、対応ルーター側で受信することができず、OCNIPOE をご利用いただくことができません。お手数をおかけいたしますが、事前に光電話対応機器メーカー様へ、OCN の IPOE サービスに対応しているかのご確認をお願いいたします。続いて、特殊なご利用のケースについて、 ご説明いたします。まず、ポート変換が必要なケースです。例えば、外部から自衛のウェブカメラにアクセスして映像を確認する。外部拠点からプリンターへアクセスしてプリントアウトする。などで使用している場合、IPOE、対応ルーターのポートフォワーリング設定で継続して使用可能ですので、ご活用ください。 ポートフォワーディング機能をご利用になる場合、特定のポート番号へのアクセスが来たら、特定の IP アドレスへ転送できるよう、設定が必要です。なお、本機能は動的プランではご利用いただけませんので、ご注意ください。次に、ルーターを複数設置して、複数のネットワークを運用されているケースです。IPOE、対応ルーターでは、複数セグメントの設定が可能です。 これにより、多段構成のケースにおいても問題なく、OCNIPOE をご利用いただけます。なお、本機能は IPOE 対応ルーター01では対応しておらず、IPOE 対応ルーター02の機能となります。また、動的プランでは本機能をご利用いただけませんので、ご注意ください。三つ目は、お客様ルーター配下で UTM 機器を利用されているケースです。 事前に2点の確認をしてください。1、UTM 機器から配下の PC へ IP を払い出しているか。2、外部からリモート監視などのアクセスが発生するか。UTM 機器から配下へ IP を払い出している場合、複数セグメントのため IPOE 対応ルーター01では対応しておらず、IPOE 対応ルーター02のご用意が必要になります。外部からリモート監視、ログ収集などのアクセスが発生する場合、ポートフォワーディングの設定が必要になります。ポートフォワーディングは IPOE 対応ルーター01も対応しているため、UTM 機器から IP を払い出していない場合は IPOE 対応ルーター01でも対応可能です。最後に、 お客様ルーターでインターネット VPN を構築されているケースです。この場合、IPOE、対応ルーターにて、ポートフォワーディング設定と複数セグメント設定が必要となります。ポートフォワーディング設定では、UDP500、4500及び ESP を、配下の IPSEC 機器のアドレスに転送する設定を行ってください。また、お客様ルーターの IPSEC 機能では、 固定 IP メインモードの設定をしていただく必要がございます。いかがでしたでしょうか本動画マニュアルに関するご不明点がございましたら、こちらの受付メールアドレスまでお問い合わせください。今後とも OCNIPOE サービスをよろしくお願いいたします。